は沙織です。乾杯。イエイ。はい、ではビルダーズ2やっていきたいと思います。船着き場にやってきております。今日の衣装は見てください。ルルちゃんとお揃い、色違いですね。待ち人の服。ルルちゃんは青なんですね。私は赤いですなんかね、この服前も着たことあるんですけど、ポニーテールで着るとより一層可愛いって感じですね。めっちゃいい感じ。可愛い。さて、ちょっとこの手紙をですね、これですよ。さまよう旅人さんからの手紙ずっと放置してたやつ。これ追加ダウンロードコンテンツだと思うんですけど、ジパングの風景、わびさび島っていう島が開放されておりますので、そこで素材を集めるとなんか日本っぽいものができるっぽいので、はい、行ってみたいと思います。はーい、新しい素材島嬉しいな。なんかね、このふさふさ島のなんか一環なんかわかんないんですけど、ここにチョボが出ておりますので、はい、わびさび島に行ってみたいと思います。はい、やってきました。巨大島、わびさび島。なんかね、ルルちゃんも連れて行けるかもと思って巨大島やから連れてこれましたね。わーい。喋ってくれるかな。あれ、喋ってくれないや。いや、あれなんかさ、釣れる島の時はさ、獅童くんなんか喋ってくれたんですけど、そういう感じじゃないのかな。このわびさび島はそういう感じではなく、普通に粗大島を探検するような感じでも、なんかその右下のところにいつもね、粗大島をチェックする感じやったら出てくるけど、出てこないですもんね。どういう感じなんやろう。でも手紙をくれた人がいるってことですよね、どっかにね。あの人を探せばいいのか。ちょっとわかんないですね。ただでもなんか見たことないような素材が生えてるような気がするな。こんなんとか知らんもんね。これなんや、松の木。はあ、こんなん知りませんよね。これ竹ですね。おお、すごいすごい。日本な感じ。タケノコまで取れた。すごい。あ、タケノコ、これか。はあ、タケノコ生えてる。へえ、すごいすごい。なるほどなるほど。これさ、ビルダーハンマーで壊さずにさ、このウォーハンマーとかで例えば壊せばどうなるわけ？変わらんかな？竹。あ、ちょっと違うな、やっぱり。竹地。あ、そっかそっか。これつながる素材なんや、竹も。つながるんですね。そっか。じゃあ松はさ、ウォーハンマーで壊せるんだ。あ、ちょっと気になっちゃった。じゃあやっぱりビルダーハンマーで壊した方が良さそうかな。タケノコはどうなんやろうね。タケノコを普通のハンマーで壊すと、あ、タケの種になった。あ、そっかそっか。タケノコは種か。植えれるんやな。この竹はタケノコになって生えて、この竹の種を植えるとタケノコが生えて、いずれこのように竹に育つっていう感じなんかな。なるほどね。種も欲しいな。じゃあなんかビルダーハンマーとちょっと併用で取っていこうか。そんな感じですね。ただこのチェックポイントが出てこないんで、全ての素材が発見できてるのかどうかっていうのが分かりかねるっていう。あ、作物もあるよ。あ、入作物。これなんだろうね。あ、なんだ。そばですか。はあ、そばの種ですって。ちょっと待って、料理のレシピが広がっちゃう感じですか。マジか。まだ作物もあるのか。そっか。完全に新しい素材島と考えた方が良さそうですね。松を壊すときはビルダーハンマーの方がいいのか。でもここにさ、手紙くれた人はいるんですよね、きっとね。その人を探しながら素材を集める感じ。ちょっとわかんないですね。いつもの素材島みたいにこう、素材をチェックしていくと、なんかゴールがあるから、分かりやすいけど完全に探索するような感じですね。楽しんで見たことないような素材はどんどん収穫していきたいと思います。まあ松とかね、そんなにいっぱいあってもあれか、まあ日本庭園とか作るときは松いりますもんね。よいしょ。あ、そばかな、これは。そばの場合はこの棒ハンマーでやった方が羽が手に入るので、よいしょ。OK。ありますね、そばが。よいしょ。よいしょ、そば。おー、すごい、竹。竹やぶ。この砂って見たことあったかな？これなんやろ？腐葉土か。あ、そっかそっか、これ腐葉土なのか。肥料をまいた後の土ですね。へえ、あの竹のさ、上の方はさ、どうなのか？例えば、この辺をビルダーハンマーで壊すと、あ、竹点。なるほど。ここは？これも竹点ね。なるほどね。このウォーハンマーで壊してもつながる竹として手に入りますね。やっぱりつながる竹として手に入った方が使い勝手は良さそうですね。なるほどね。他あるかな。タケノコいっぱい生えてる。タケノコタケノコ、竹生やしたいね。よいしょ。さあ、どうかな、他はあるのかな。今んとこ竹関係と松の木とそば、そんなもんか。まだそれくらいしか発見できてない。他にもいろいろあるんやろうけど。お、ベビーパンサーくんがいるわ。そっか。ふさふさ島、多分この、なんていうんですかね。この松の木とかが生えてる以外は完全にふさふさ島の感じなんでしょうね。出てくるモンスターとかも。まあ探索していきましょう。これは、あれ？これ。あれなんか小麦かなと思ったけど、よく見たら小麦じゃないような気がする。カニが邪魔やぞ、カニ。もう。これさ、稲ですね。稲ですよね、これ。お、マジか。よいしょ。あ、稲や、やっぱり。やった、稲。お米が作れる。わあ、マジで稲。米。おお、嬉しい、米植えたいぞ。やった。なるほど、作物もね、そばだけじゃなかったぞ日本らしい作物が手に入った。嬉しいな。あー、暗くなってきたなんかいろいろ見つけたようで、あんまりいっぱい見つかってないな。ちょっと寝ますか。はい、おはようございます。他にも何かあると思うんですが、いや、この島広いですね。広い。よしよし、じゃあどんどん探索をしていきます。なんかないですね、他。あれは、やまびこの笛は反応するどうかな、久々に吹いてみるこれ。よいしょ。はい。どうかな。あー、何も帰ってこなかった。そういうことじゃないのね。ビルダー百景的なものもないですね。見つかるんかな。スライムが仲間になりたそうに。ちょっと待って。久しぶりにモンスターが仲間になる。魔物の餌。よいしょ。はい、スライム。イエーイ。スライムを手なずけた。そう、スライムは仲間になるんじゃないかなと思って、ちょっと、暇を見て買っていたんですよ。スラリー仲間。よいしょ。あ、乗れるよね。やっぱり。懐かしいね、これ。監獄島に入れられてた時にね、スラリンに乗せてもらいましたよね。あのスラリンはむっちゃ口悪かったけど。やっぱり、あれやな、ベビンパンサーに慣れてるからさ、ちょっと、もたもたするように感じるな。まあ、この、山登るのとかは結構便利ですけど、あ、山登るのはスラリンの方が登りやすいや。そしてですよ、なんもないな、別に。他には。ビルダー百景的なところにさ、手紙くれた人がいるのかなと思ったんですけど、結構もうね、うろうろしてるんですけど、なんもなかったな。どうなんやろう。私見落としたかな、なんか。竹はちょっといっぱい持って帰る？なんか素材になりそうな気がするし。地道。なんかね、獅子落としとか作れるようになってた気がするんですよね。だから竹をね、いっぱい持って帰ったら、なんかいろいろ作れるんじゃないかな。よし。では、ちょっと通ってないところを通りながら帰りましょうかな。よいしょ。何もないかな、他。新しい素材。そんなに手に入ってないぞ。お、穴が、深い穴が開いてますけど、これって、潜れる？潜れる？暗い。あかん感じかな。あかんか。あかん感じの穴やった。くっそー。潜れませんでした。やっぱり一通り見たよね。なんもなかったなぁ。これで全部なのか？ちょっと一旦じゃあ戻ってみますか。はい。あんまりね、大きな収穫は、竹とか、そばとか、稲。竹、稲。ほんまに竹と稲とそばぐらいなんですけど、あとまあ、松の木か。ぐらいですね。あとスラリン。まあ、スラリンは別に、多分、ふさふさ島でも仲間になったんだと思いますが、手紙くれた人にも会えなかったな。なんでやろうね。とりあえず戻ってみますか。はい、戻ってきました。いろんなモンスターを集めよう。これがね、開拓レシピにあるので、スライムが仲間になったのでちょっと近づきましたね。はい、それはそうとですね、見知らぬ小島に流れ着いて幾年月って書いてますから、我が命は尽きようとしている。ふるさと。あ、そっか、この人はあっこのさっきのわびさび島がふるさとなんや。あー、そっかそっか。だからわびさび島にいるわけじゃなくって、どっか違う小島に流れ着いて命が尽きようとしている。はい、なんか申し訳ないな。なんかどっかにいるんですかね、見知らぬ小島。わかんないです。生きててくれー。なんか作れるのが増えたかな。瓦屋根系。この辺は多分ね、さっきの島でも関係ないですね。土隠れてたんかなあ。この辺この辺、和紙、和紙、え、和紙ってなんやろ、なんか中間素材的な、あったあったあった、中間素材、あ、そっか、竹がこの和紙になるんや、なるほど。こう作ると和紙ができて、で和紙ができたことによって作れるやつが増えたか。これえ、あ、布団、あ、布団は綿で作れるんですね。こたつとか和紙で作るやつは、あ、こんなんも、ちょうちんも和紙があれば作れる。あ、やっぱり竹がいっぱいいるかもね。こういうのをいっぱい作りたかったら。ブロック系は、あ、畳、畳と壁は玉砂利の床、この辺もね、なんか和っぽいですよね。畳とか玉砂利の床、壁は何やろう、壁は何がっぽい、あ、こういうのか、雅な壁、これも和紙がいるので、うんうんうん、作れなかったもんね今まで。はい、こういうやつですね、きっと。こういうので作ればなんか和っぽい、うん、和っぽい感じの建物ができるんだと思われます。はい、素材はじゃあさ、新しい素材としては和紙、和紙を作るための竹、うん、これを取ってきたことによって多分もう全部作れるようになってますよね、きっと。増えた和素材のやつはなんか獅子を、あ、門松、うん、門松とか、うん、あ、でもこれ竹いりそうで竹いらんなあ。こんなんとか下駄とか、あ、これも竹いりますね。お、稲いるやつある、米俵、おお、こういうね和っぽい、うん、やつが増えて、うん、作れるようになった。これね、増えてはいたんですけど作れなかったんですよね今までね。獅子落とし、これこれこれ、獅子落とし、うん、そうそうそう、水車、あ、ドラムセット、ん、あ、これも楽器じゃない、ドラムセット。ああ、盲点やった。前回そうそう、ミュージックホール作った時楽器2つしか作れへんやと思ってて、うん、でチェロはまだ作れないしとか思ってたらドラムセットがあった。あ、これも楽器やんね、きっと。ああ、これもボート気づかなかった。うん、これも置き換えてみます。はい、じゃあどうしようかな。ちょっとなんか和っぽい建物作るにはちょっとめっちゃ準備がいるので、壁何にしようとか考える時間もいるし、じゃあさ、稲とか取ってきたから料理してみましょうか。そうしましょう。はい、では新しく取ってきたのはこの稲とそばでございます。はい、これで何が作れるかちょっとやってみたいと思います。まず、お、入れれる、入れれますね、稲をドリンクにする。これはどうなる、あ、これハテナです。新しいやつですね。え、何ができるんやろう。まあこっちにも稲入れてみましょう。あ、稲だけでも料理できるね。おにぎりとかかな、うん、白ご飯とか。あ、なにこれなにこれ、なんか、え、なんだこれ、なんだこれは、え、なんて読むの、甘米汁、甘米汁甘米汁これなんなん、え、これ何、なんか竹の筒に入ってる。え、これなんなんやろう、私全然和食に詳しくないのバレバレですけど、ちょっとなんなんでしょう、ちょっと後でググる後でググってみます。なにこれ、パンやん。え、なんで稲でパンができたえ、ご飯ができると思ったんですけど、パンができましたよ。受け取りましょう。極上パン米粉のパンみたいな感じか、米粉のもちもちパンみたいな、うん、そういう感じなんでしょう、きっと、ニュアンス的に。そばもじゃあ単体で料理できますね。お、できますできます、やった。じゃあ稲を入れます。あ、なんかいろいろ組み合わせがあるぞ。あ、でもさ、小麦がさ、え、何、稲でパンできたから割と小麦と同じ扱いっていうね、可能性も高いですよね。カニと米、カニと米、あ、あれ何入れましたっけ、何入れましたっけ、え、そば入れましたよね。あれそばんパンそば粉パン、パンができた。あ、しどくんに喋りかけちゃった。なんだこれ、はい。あ、高級パン。そば入れたら高級パンができたんですけどなぜなんやろう、稲、はい、なんか新しい料理ができたいけど、あ、稲と卵、お、卵かけご飯とか、お、はてなや、やった、よしよし、そばとキャベツと、そばとキャベツ、はい、ああ、これはパスタになるんや。やっぱりそうか、そばと米は穀物扱いでもあるんや、きっと。そういうことか、小麦と一緒っていうことか、っていう考え方もあると。なるほどね。稲と肉と、これは野菜よね、きっとね。はい、これはまあ小麦とお肉とキャベツっていう扱いか。じゃあハンバーガーか、あ、違うわ、ハテナになった、やった。あ、これ何？オムライス、オムライスか、これ、はい、オムライス、やったー、やったー、米らしいのができた、やっと。ようやくね、米らしいレシピができましたね。ちょっとあんまりないですけど、米と、あれ、さっき何入れたっけ、あ、米と肉とキャベツね。米と肉は、はい、米と肉、野菜炒めとかにはなんないよね。小麦と肉って何ができたっけ、あ、ハテナになってるわ。新しいやつかも。お、じゃあ、そばと、そばときび、はい、と、あ、これはあれかな、なんか、小麦と同じ扱いな気がするな。なんかおそばみたいな、ないのかな、水がいるかな、あ、できてる、やっぱりハンバーガーやんか。米と、肉と、米、肉、キャベツか。あー、そっかそっか。米が高級扱いなんよ、やっぱり。あ、これは、あー、ほらほら、やっぱり、見たことあるもん。高級スライム肉まん。そういうことね。あー、そっかそっか。なんかそばはそばとしてできないもんかね。何がいけそうかな。オムライスだけやな、今んとこ。収穫、おっきな収穫は。水汲んでくるか。水いりそうな気がする。水汲んできました。あと牛乳とかは？牛乳とご飯でリゾット。あ、でもさ、小麦となんやっけ？チーズと牛乳やっけ？なんかリゾット前作りましたよね。あ、違うかな。おにぎりとかできそうやけどな。あ、魚も試してないな、そういえば。魚も料理がいっぱいできそうやわ。よいしょ。じゃあ、ひとまず、稲と、水。稲と水は料理できません。はい。そばと、水はできません。水はできませんか。そっかそっか。じゃあミルクと、はい、あ、やっぱり小麦でできたよ。じゃあそば、あー、でもこれ絶対同じ扱いですよね。小麦、稲、そばやから。そっかー、一緒なんやわ、きっと。あ、これカニ、なんだっけこれ、はい、ミルク、そば、カニ。あ、そっかそっか、カニコロッケか。そっか、穀物扱いね。なるほどなるほど。米はまあ一応オムライスという米っぽいメニューがね、このね、米はね、オムライスを米っぽい米っぽいの作れたからさ、そばもなんかそばっぽいの作りたいな。なんやろうな、いろいろ食材を取り出してみましたどうかな、そば、よいしょ、そば、はい、お、なんかわさびとかネギがいけるんですけど。ちょっと待って、米入れるやんか。あ、米もわさびとかネギとかいけるんや。なんかどうなんだ、ちょっと待って、小麦を取り出せば分かると思う。小麦、よいしょ。あ、小麦もいけるな。あれ何ができたっけ。わさびって何でしたっけこれ。消えちゃいましたね。あれなんやっけ、何もできないですよ。米、わさび、何もできへん。そば、わさび、あ、そばだけ。そば、わさび、ネギと入れられるようになった。なんでなんで。お、なんかできる、なんかできる。わさびとネギって薬味扱いよね。そっか、あれちゃう、ざるそば、そうめんとかざるそばとかね、わさびとネギね入ってますもんね。そっかそっか。ちょっと待って、なんか稲とさ、ネギと肉、これは野菜扱いかな。稲とわさびは消えちゃうんですよね。なんやろう。やっぱりですよ。できたー、ざるそば、イエーイ、ざるそばです。じゃじゃん。ちゃんとネギとわさび乗ってある。やったー、よかった。なんかそばっぽいものが全く今できなかったので、よかったー、できたねー。ちょっとね、ニジマスは5匹いるので、ちょっとニジマスで魚として作ってみたいと思います。魚と米、お料理できる。なんでしょう、別のものができた、別のものができる。よし、じゃあニジマスとそばとバター、小麦と魚とバターって作ったっけ。あんまり記憶がない。あ、作ってるわ。あれか、美味しそうなやつはムニエルか。そばと、あ、できた。あ、お寿司じゃないこれ。やったー、お寿司ができた。イエーイ、寿司。おお、美味しそうなお寿司やん。白身と赤身で、おー、なんか盛り付けもいいですね、それっぽい。よっしゃ、なんかねできましたね。他はまあなんかもうつきできたんですけど、そばとかがなんかできないかな。ニジマス、そば、水とかどう？違うか、分からへんなー。この辺もわかんないですよね。水入れても違うか。違いますね。そっか。まあでもさ、なんかちゃんと稲は稲として、そばはそばとして使えるレシピが完成しました。ちょっと最後にまとめとして紹介して終わりましょう。よーし、今日は新しくできたもの、高級系の高級パンとか極上パンにもなぜかなったんですけど、置いといて、はい、これ、なんて読むんでしたっけ。これ、なんて読むかわからない。米米獣かな、甘米獣。わかんないです。ちょっと後でググっておきます。この飲み物、なんか米をドリンク化したもの。これが、米を酒樽に入れたらできました。あと、オムライス、イエーイ、オムライスは米と卵かな。で、ざるそば。ざるそばはそばと、わさびとネギ。これでできました。和っぽいね、食材もできましたよ。なんかおにぎりとか作りたいんですけどね。わかんないですね。お寿司。お寿司ができる。あ、そう。あともう一個ね。お寿司は、ニジマスと、ニジマスと米でお寿司ができました。これはなんか他の魚入れてもなんかお寿司になりそうな気がする。はい、というわけで今日はわびさび島に行ってみまして、竹を買ってね、素材和紙っていうのが作れるようになりましたので、なんか和っぽい建物もできるようになりそうです。じゃあ次回はちょっと和の建物に挑戦しましょうか。うんうん、せっかくねわびさび島に行ったので、はい、そうしたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。